今回ご紹介するのは、歌手や女優を経て美容家に転身した上原多香子さんです。元スピードのメンバーとして知られる彼女の経歴に迫ります。上原さんは1983年1月14日生まれ、沖縄県出身。身長159センチで血液型は A 型。ライジングプロダクションに所属しています。幼少期は人見知りが激しく、内気な性格を心配した母親からの勧めで沖縄アクターズスクールに入校した上原さん。1992年に沖縄アクターズスクールの中から選ばれた精鋭8人でブランニューキッズを結成し、シングル「すべての人の心に花を」をリリースしました。そして中学1年生だった1995年、ブランニューキッズに所属していた今井絵理子さん、新垣仁絵さん、島袋寛子さんと共にダンス&ボーカルグループスピードを結成。同年11月に音楽バラエティ番組ザ・夜もヒッパレで初のテレビ出演を飾ります。ちなみにグループ名は同番組の公募で決定しました。平均年齢 13.5 歳のスピードはデビュー前から注目され、ファーストシングルが60万枚を超える大ヒットを記録。その後もミリオンヒットを連発し、1997年の第39回日本レコード大賞で優秀作品賞を受賞しました。さらに1998年7月に開催した初の全国ツアーで史上最年少記録となる全国4大ドーム公演を行い、約30万人も動員するなどトップアーティストへと駆け上がります。ダイナミックなダンスと抜群のビジュアルで人気を集める上原さんは、1999年3月に河村隆一さんプロデュースのシングルでソロデビューされ、オリコンチャートで1位を獲得し、50万枚を超える大ヒットになりました。また同年から女優業にも挑戦していて、映画「ドリームメーカー」では第23回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞し、演技力も高く評価されています。2000年にスピードが解散して以降もライブ、映画、ドラマ、舞台、CM 出演など多方面で活躍していました。2012年8月、E.T. キングのテンさんと結婚しますが、2014年にテンさんが逝去したことで芸能活動を休業。その後、2015年に芸能活動を再開すると、2018年には演出家の小宇和也さんと再婚し、2人の子供を出産しています。最近ではセカンドキャリアをスタートするため、美容家への転身を発表して話題を呼びました。そんな上原さんはこれまで3冊の写真集をリリースしていて、中でも人気の高い作品が番多香子です。20歳の誕生日を記念して発売されたメモリアル写真集で、今まで見せたことのない大人の色気が満載。大胆なカットが多くファンにはたまらない一冊です。現在は生まれ故郷の沖縄へ移住し、美容サロンに勤めている上原多香子さん、これからも彼女の活躍を応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。